コノスバ。大事なのは飛ばそうとすることじゃないんだ。標的との間に糸が張ってあるような感覚で、はっ！あー、すごい。吸い込まれてるみたいに飛んでいくのね。ありがとう。次はエイミーさんの番だよ。わかったわ。あら、全然届かない。ちょっと勢いが足りなかったかな。でも数字はいいよ。すぐに上達すると思う。そう言ってもらえると嬉しいわ。クリスさんに教わることができてよかった。気になってたんだけど、どうして忍者の練習を？ミーアちゃんがね、最近忍者に夢中なの。カズマくんにいろいろ聞いたとかで。ああ、それで。ミーアさんのこと本当に好きだよね、エイミーさんって。だって、忍者の真似っこするミーアちゃん、すっごく可愛いの。この前ね、一生懸命手裏剣の練習をしてて。でも、私は見てることしかできなかったから。だから、私も一緒に遊べたら、ミーアちゃん、きっと喜んでくれると思うのよ。そっか。なら頑張らないとね。そうね。だから、いっぱい教えてくれると嬉しいわ。クリス先生。先生？それはちょっと恥ずかしいな。でもまあ、私に教えられることなら、何でも聞いてよ。本当にありがとう。クリス先生、そうだわ。一段落したらお風呂に行きましょう。お風呂？汗を流すほど体を動かしたりしないつもりだけど。そうじゃなくて、カズマくんに聞いたの。女の忍者は毎回お風呂に入るものだって。それって多分カズマくんの願望じゃないかな。カズマくんってば、何教えてるのさ。この芝